モーニング娘。24の小田さくらです。今回はですね、こちらの私小田さくらの6冊目の写真集についてお話ししたいと思います。今回は屋久島に行ってきまして、テーマがこうオーラとかディーバっていう単語とか、私が持っているその異質さとかにこう目をつけてくださって、でそれをこう写真に残すみたいなテーマで撮っていただいたので、こう特に私的にこれがすごい分かりやすいなっていうのが、このこれかも裏表紙もそうなんですけど、普通森の中なのに真っ赤なドレスを着るっていう、これはスカートの丈が動きやすい短い丈になってるんですけど、中にはもうこの森の主ですくらいのもうめっちゃめっちゃ裾の広い真っ赤なドレスを着てる写真とかもあって、それが本当に緑赤と光みたいなコントラストがもう写真としてめちゃめちゃ綺麗なので、それを見ていただきたい。あとそこに座れるかとか、そこに登れるかみたいなところまで登って、私のこう幼少期かなり外で育ったので、それが生かされるバランス感覚とかなんか結構みんなが、ああそんなところ乗って大丈夫みたいな、スタッフさんに心配かけながら高いところに楽しく登って撮った写真集です。見てほしいです、たくさんの方に。で今回はですね、この写真集をプレゼントしたい人がいるんです。それは普段から私のことをとても好きでいてくれて愛してくれている夢桁あこちゃんにこの写真集をプレゼントしたいと思います。この撮影の段階ではまだ発売前なので、あこちゃん全然予想もついてないと思うので、どんな反応してくれるのか喜んでくれたらいいな。はい、楽しみです。よいしょよいしょ、にゲット。これからもあこちゃんの好きな先輩でいられるように頑張るねっていうメッセージをとサインを入れました。じゃこれを今からあこちゃんにプレゼントします。モーニング娘。24の小田さくらです。夢桁あこです。さあ今日はゲームで遊ぼうと思ってますか？はい。え？今日私とゲームで遊ぶ？はい。と思ってきてますよね。っていうふうに言ってたんですが、はい、今日はちょっと違う理由であこちゃんを呼びました。今日はちょっとあこちゃんに私から渡したいものがあって。はい、でまあ、それがこれなんですけどちょっとこれをあこちゃんにプレゼントします。どうぞ中見てください。はい、めっちゃ笑ってる。めっちゃ笑ってる。いいですか？いいよ、プレゼントです。私の6冊目の写真集さくらフローでございます。あこちゃんに、あこちゃんいつもすごい私を応援してくれ、はい、応援私を好きでいてくれて愛してもらってるので、たくさんそのあこちゃんに一足先に、そうまだね撮影の段階では発売前なんです。で一足先にプレゼントをしたいと思って、はい、今日来てもらいました。ちょっと中を見てみて。名前を見つけました。宛名を見つけました。すごい、私が言ってないのに表紙外した。
表紙からね。はい、表紙から裏からいく。あそこ外すのね。これはね、そうそうなんです、カメラマンさんが撮ったやつ。すごい思ったより細かく見ていますね。全く見てなかったよね、ここまでね。はい、初めてです。うん、よかった。そう、実はね、他のメンバーにはちょっと見られちゃったりしてたの。そう、だからその時にあこちゃんがたまたまいなくて、よかった、今見てもらえて。え、あとでさ、好きなページがあったら教えて。はい。見ています、あこちゃんが見る時間です。持ってた私の写真集、この前予約。あ、これを、はい、予約。じゃあ2冊になっちゃうね。いや、もっと欲しいです。もっと欲しいの。はい。うわ、抽選のやつには応募した。応募しようとしたと思ってたらできてなかった。あ、そうなんだ、はい、しようとしてたんだ。したつもりでした。あ、したつもりだったんだ、はい、これ好きなの。好きです。ありがとう。私もこの写真が好きなの、めっちゃ嬉しい。赤ですね。そう、赤だね。はい、そうなの、そうなの。うわじゃあ私の写真集というものを見たことがなかった。中見たの初めてです。そっか、すごい貴重なところを映像に収めていただいて嬉しいです。面白い。あ、そうね、ちゃんと角度もね。あ、あ、これね、はい、これ、これあのこれあのあこちゃんの待ち受け、待ち受けです。待ち受けになってる写真先にこの1カットだけ公開された写真なんですけど、待ち受けです、ね、公開された翌日に隣に座ってて、たまたまあこちゃんの携帯にこう何か連絡が入って、通知でパッて画面がついたら、昨日公開したばっかりのこの写真集の広告の写真がもう待ち受けに設定されてました。早い。でも黒髪の小田さんが写真集でレアですよね、うん、レアだね。そうだね、うん、そう、でもすぐ黒髪じゃなくなっちゃったから、なんか嬉しい、一冊にその時期を収めていただいてじゃああとはあとはお家で見ていただくということで、はい、今日はここまで。はい、ということで、そうなんです、今日あこちゃんね、ゲームする気満々でしたが、もうこれだけです、今日は。あ、そうですか。はい、ゲームしません。あ、ゲームをしたかった。はい、したかったよね。た、楽しみだった。はい、でも今度石田さんちでしようか。はい、ね、で、最後、まあ、この写真集の、はい、あの、お知らせをあこちゃんにしてもらおうかなって思ったので、あのカンペを読んでいただいても、はい、よろしいでしょうか。はい、これを見せてお願いします。モーニング娘 24 小田さくら写真集さくらフローは好評発売中です。皆さんもぜひご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。